彼の成果にある記念碑、夫ー・フランケはドイツの東洋学者。特に中国史の研究で知られる。首都に中華帝国史がある。フランケはゲルンローデに生まれ、フライブルク大学で歴史学と比較言語学を専攻して卒業した後、ゲッティンゲン大学でサンスクリットを学び、インド学の研究で博士の学位を得た。その後、中国語を学び、 1888年から1901年まで中国駐在ドイツ大使館の通訳として北京に赴任した。任期中フランケは中国各地及びモンゴル、朝鮮、日本を旅行した。1902年に帰国してアジア関係のジャーナリストとして働いた。1910年、ハンブルク植民地研究所に新設された東アジアの言語、文化の教授に就任した。 1923年にはベルリン大学に移った。同年、プロイセン科学アカデミーの会員に選ばれた。1931年に退官し、その後は中華帝国史の執筆に集中した。1937年に巻んを出した後に、第二次世界大戦のために執筆は中断したが、それでも1944年に巻4を出版することができた。巻5は、 没後に出版された。アジアメジャー氏は1933年に、オットー・フランケの70歳記念特集号を刊行した。1933年までの著作一覧を含む。このボルフガング・フランケも中国学者。主著の中華帝国氏は1938年に、品聖氏の代で日本語訳されている。外交官時代の日記と写真は2009年に出版された。 ありがとうございます。